皆さんこんにちは、ミシンの下條光でございます。もう今高名な先生の皆様方がいろんなお話がありました。で、私は技術的な面、テクニックの面を申し上げます。一つの法律の皆さんね、安倍総理の首を切るのも、そして共謀罪を廃止にするのも、最後は国会議員の多数決なんです。一度できた法律も国会議員の多数があれば必ず潰すことができるんですよ。これだけをまず明示させてください。そのためにはどうするかが今諸先生方がおっしゃった内容であります。それをどうやって組み上げて数につなげていくかであります。今なんだかんだ、さっき松本先生もおっしゃった、なんか森友だ影だ法だと、あれで承認喚問しないのは国対会議っていうのがあるんです。国会の中にその3分の2が自民党と公明党だからやらないだけです。これがもし一人でも多くなってればすぐ承認喚問できるんです。そして忌々しいこの共謀罪が始まっていろんな法律、秘密保護法もそうです。全ては過半数で法律を白紙にできるってことです。これを強調させていただきたいと思います。そういう意味では、こういう一つ一つの会合、今日も夕刊にはさっきちょっと見させていただいた長野市も飯田市も同じような共謀罪やってます。こういう大きなうねりが最も必要だってことです。最後に申し上げる、3分しかないんで最後に申し上げますこんな人たちに負けるもんかって言ったらどっかの総理大臣います。こんな人たちに、じゃあ税金返してくださいよね。皆さん、皆さんが払ってる税金で飯食ってて一体どこのどの人ですか。そういう声をつなぐには、この大きなうねりをもっともっと広げて、で最後に一つだけ言います。読売新聞、御用新聞、まあ一個にちゃうといけないんだけど、御用新聞も非常に内閣支持率を落としたってありますね。一部ではどっかの総理大臣が切れまくってすぐ解散するって話があったんです。ところが新聞その他が世論調査をしたら、あ、こんにちは、えらい結果になるんで、辞めるためにわざと落とさせたって話も一部で聞いております。そのぐらい今皆さんいろんな情報が操作されてます。なんとしても国民の声、市民の声として合体してあの安倍政治を倒そうではありませんか。よろしくお願いします。今日はご苦労様でございます。ありがとうございました。